エルフリーデイ・エリネク・ハイナー・ゲッペルス。サラ・ケイン作4.48サイコスのドルトムント公演。フェリドゥン・ザイモグルポストドラマ演劇は、ドイツの演劇学者、ハンスティス・レーマンが1999年に、刊行した、演劇研究所。また同社により定着した、現在の新しい演劇傾向を指す、演劇用語。レーマンは、ポストドラマ演劇で1970年代以降、 主にヨーロッパ演劇界で起きていた様々な新傾向を紹介、概括した。同書は国際的反響を呼び、2002年日本語版を川切りに十数の言語に翻訳された。これに伴い、ポストドラマ演劇も演劇用語として定着した。ポストドラマ演劇はドラマ演劇以後の演劇という意味であるが、その内容をめぐって様々な論争を引き起こした。 論争の重要な焦点は、ポストドラマ演劇の提唱は、擬曲を否定する演劇の提唱だとみなされたことで、あった。レーマンが、ポストドラマ演劇を提唱した重要な背景に、ドラマ演劇の基礎になっていた、個性を持った人間という概念が今日では、通用しなくなったというフランス現代哲学思想があることが指摘されている。しかし、レーマン自身は、 ポストドラマ演劇の中で、ポストドラマ演劇が生まれてくる、必然性を強調しつつも、同時に決して、ドラマ演劇を否定するものではなく、ポストドラマ演劇が将来、ドラマ演劇を消滅させたり、ドラマ演劇にとって変わったりするものでもないと、繰り返し述べている。日本演劇学会は2019年に、帰還し、演劇学論集日本演劇学会企業67号で、 ポストドラマ演劇研究の現在特集を組んだ。特集編集に当たった山下澄みてるは関東の特集へのガイダンスでポストドラマ演劇とは文学的テクストつまり擬曲を用いるか否かに関わらずそれがもはや中心にはなっておらず言い換えれば擬曲を上演することとしては定義できない演劇であってむしろ多様な演劇的要素を平等に扱うような 演劇のことであると彼の理解を述べている。山下はこれは理解であって定義ではないことを強調している。すなわち、ポストドラマ演劇は1970年代以降の各種の演劇神経校の紹介と総括であって一つの理論を提出したものではなく明確な定義は困難ということである。また、ポストドラマ演劇は 様々な神経孔演劇の総称であり、単一のポストドラマ演劇という演劇形態が存在するわけではないということでもある。結局のところ、ポストドラマ演劇はこれまで前衛演劇、実験演劇などと呼ばれてきた演劇形態とほぼ同一のものを指す用語と言える。レーマンの新しさは、それをドラマ演劇と結びつけたポストドラマ演劇という用語を提出することで、 その演劇史上の位置をより明確にしたことにあると、家用イマンは、ポストドラマ演劇、プロローグ、名前で、日本の演劇人として、弟子河原三郎、鈴木忠を挙げている。この二人以外に、ポストドラマ演劇の中で、アジア系演劇人の名は挙がっていない。山下澄てるは、常実の特集へのガイダンス中4で、日本のポストドラマ演劇の演劇人として、 倉持博岡田敏則、三浦大介、宮沢昭夫、藤田隆弘、矢野康人、松本祐吉、天野天外、三浦はじめらの名を挙げている。ありがとうございます。